電動化システム共同研究センター秋田大学の田島でございます。えー、次のスライドをお願いいたします。まあ、ここからはまあ主としてま今日の場合は秋田側の取り組みを中心にしてお話しするかなと思います。その中でまず今日はあのその契機となりましたえっと内閣府の交付金事業こちらについてまずお話しするとともに。 その中で、えー、と新設しました新世代モーター特性評価ラボという試験施設についてそれから主にこのラボで得られたこの5年間での主な成果についてお話ししたいというふうに思いますそれでは次のスライドお願いいたします、えー、とこちらのスライドは内閣府の交付金事業これの元となりました地方大学地域産業創生交付金こちらを説明する資料ということになってございます 簡単に言いますと地方大学これの改革それから地域産業の振興要するに地方を元気にしてそれから若者をその土地に戻して就職できるようにして地域の再生を遂げようというようなそういう考えのもとに作られたものだというふうに考えてございます。こちらの事業なんですが次のスライドをお願いいたします。 平成30年度からちょっと始まっておりまして最初の年に大体7県ぐらいが採択されたというふうに聞いてございますちょっと青く書いたのがその採択された県を表しておるんですがこの時まではっと西の方にちょっと偏っていたような感じでしたこれがですねその翌年になりまして次のスライドをちょっとお願いいたします えと秋田県、それから、えー、と兵庫県ですね、えー、とこちらの方これが採択をされまして、えー、とこちらの黄色で塗った、まあ、秋田県の事業が、まあ、今回のものにつながっていったということでございます。それでは次のスライド、またその次、その次、でこちらの事業なんですが、えー、小型軽量電動化システムの研究開発による産業創生。 一応航空機電動化をメインに推移しておりますがまあ、電動化全体について考えた事業でございますこれが令和元年度から令和5年度まで実施されましてえ今年度からはさらにその事業をまあ強化展開していくというようなまあ、展開枠というのものがございますがえこちらの事業として進んでいったというものでございます こちらがですね、この事業を使ったこの秋田のシステムの推進のスキームでございます。すべてお話しする時間はございませんが、えー、と秋田県、それから IHI 様、それから県秋田県内企業様、そして秋田大学、秋田県立大学、こちらがまあ、あの連携していきながら、こちらの事業を推進していくというようなことでございます。 この授業の閣議になりました、この真ん中のところにちょっと書かれておるんですけども、秋田大学、秋田県立大学が共同運営しております電動化システム共同研究センターというところでございます。研究開発を担うとともに、人材育成、こちらの方も実施していくというものでございます。この中で、特にと試験、研究施設、こういったものが必要であろうということで、 新世代モーター特性評価ラボというものがまあ作られていったということになります。この事業なんですが、次のスライドをお願いいたします。一応目標として、えっとモーターに関連していきますと、超高速モーター、高トルクモーター、大出力モーター、これらがえっと航空機電動化ですと、先ほどの客室空調装置やそれから電動燃料ポンプ、推進用の電動ファン、こういったところにつながっていくような。 ものでございました。それと関連したインバーター等も含めていろいろの研究開発に進められてきたということでございますで。次のスライドお願いします。この事業を進めるにあたりまして、秋田県内企業、こちらは一部でございますけれども、今日発表いただきます横手成功様をはじめとしまして、さまざまな会社がえっとあの参画いたしまして、えっとまあ技術を磨いていくと。 いうことも含めて実証再生こられたということでございます。それでは次のスライドをお願いいたします。それでは早速新世代モーター特性評価ラボという試験施設についてご説明いたします。次のスライドをお願いいたします。こちらの施設、あの先ほどイヌエ様のご発表の中にも少しちょっと出てまいりました。 こちらの施設そもそも何のために作られたのかということでございますけれども、まあ、航空機電動化ということを考えていきますと将来的には航空機の中に高圧大電流のグリッドを構成していくとこれにさまざまな装置がつながっていくというようなことになってまいります。そうなりますと実際に飛ばす前に地上でちゃんと試験を行う必要がある。 あるいはシステムとしてどんな挙動を行うのかそういったことを事前に調べておかなければいけないそうなりますとこういったグリッドを実際の実寸大これで設置して評価するようなそういう設備が必要になってくるわけですということで次のスライドをお願いいたしますえっとそこでターゲット我々がちょっと考えましたのは 秋田の廃校となりました。小学校を改修して、これを試験施設にしていくというものでございます。えー、と場所はこの左下のところにあります。けれども、秋田空港から、まあ、資金の場所ということになっております。えー、と廃校と言いましたけれども、えー、せいぜい、えー、と作った時点で、だいたい5年程度ということで、まだ十分。新しい、そういうものでございました。えー、右側にあります。 のこれがの体育館がちょうど先ほども何度か出てきました単通路型の飛行機ちょうど羽を畳んだりしますと,ちょっとこちらに入るようなそれぐらいの大きさを持ったものでございましたでは次のスライドをお願いいたしますこちらイメージ図でございます こちらが体育館の大きさを示したものでしてこちらに飛行機の形状がここにちょっと書いてあります。あのイメージ図ですこれに対して少し折り曲げながら全体のグリッドをこの中に入れ込むとさらにさまざまな試験装置を入れて実験できるようにする。特に航空機電動化ではモーターが非常に重要になりますので特に大出力モーターの評価ができるように 4 0 0ット級のモーターベンチを設置をいたしております。その他にもグリッドの試験ができるような直流電源や電子負荷も装備したものでしてこちらがちょうど令和4年の4月に開所したというものでございます。次のスライドをお願いいたします。これが作成途上の回収途上。 体育館の様子でございます白いところは、これは耐火重強化をした部分でございます。重量物を乗せますので基礎を打ちまして、平米あたり2トン、これが耐えられるようなものにしてございます。さらに、ここにはちょっと書いてませんけども、電源も十分実験できるように強化をしてございます。この中には、 えと航空機の実寸大グリッドを構成するための、えー、とケーブルラックがこちらに記載さあの設置されてございましてこの上に、ま、ケーブル等を設置するというようなことになってございます次のスライドをお願いします、えー、と次に参りましょう、えー、とこの写真だとちょっと分かりにくいんですが、えー、と設置したモーターベンチをですね 体育館の端っこの方からちょっと写真を撮ったものになってございます。えっとさまざまな装置がえっとごちゃごちゃと配置されているものになっておりまして、これで全てでモーターベンチ等を構成しているということになります。次のスライドをお願いいたします。えっとこちらがえっとモーターベンチの概要図でございます。 こちら全体でモーターベンチなんですが試験用のモーターはこちらのテストモーターと書かれたところこちらに設置をいたします。これが軸を介してトルク系とそれから発電機に接続されたような構造になってございます。発電機にはインバーター等が接続されておりましてこちらから取り出す電力を調整することで モータータの負荷特性を試験することができますこのような対抗型の構造を取りますとこの発電機で取り出した電力をこの試験用のモーターの入力に戻してやることができますので全体として実際に使用する電力を抑えることができます。それでは次のスライドをお願いいたします。 こちらがこののモモーターータタベンチモーター特性試験装置の使用でございますちょっと細かな数字並んでおりますけどもポイントとしては最大出力が400キロワット先ほどの航空機の電動化というところでいきますとこの数字だとまだ足りませんがあの自動車用に使うということであればこちらの方十分にカバーできているものになってございます。 最大トトトルルクニューンメ最大速度では1分間あたり2万回転まで。最近自動車の方だいぶ高速化が進んでおりますけどもある程度対応できるようなスペックになってございます。でこの装置はモーターの試験だけではなくて発電機の試験もできるようになってございます。モータータとししての特性も取れますし 発電機として使用した場合の特性も同様に取れるというものでございます。その他には、この試験用のモーターの冷却を行うような装置もこちらには設備をしておるということになります。それでは次のスライドをお願いします。こちらはですね、日本自動車研究所、つくばにある JALI と呼ばれている施設ですけども、 こちらにも同型の装置がございまして今のところ日本で秋田とこのつくばの2台ということになってございます次のスライドをお願いいたしますこのような実寸台のグリッドそれからモーターベンチのかにその他の試験もできるようなそういう設備を備えてございますえっと旧校舎の部分 こちらの方も回収をししてて試験ができるようにしておりますこの形状のままですとちょっと説明しづらいのでこれを90度ちょっと左側に回転したのが次のスライドでございます。ちょっとこの辺で上にちょっと出っ張っているところがございますが次のスライドをお願いいたします。この出っ張っているところこちらを実験室として回収をしてございます。 こちらに先ほど井上様の発表の中で出てきました熱マネジメントリンくあるいは空調関係の試験装置いろんな呼び方あると思いますけどもこちらの方に設置をして実験等を行ったということでございますその他次のスライドをお願いいたしますえっと実験をするための環境整備がどんどんと進んでおりまして こちらの黄色で書いた部分が実験室もう一つの実験室としてそれからこの黄色で書いた部分に関しましてはさまざまな教育用の講義室として使うとか会議ができるとか講演ができるとかそういう多目的室として現在整備を進めているというところでございますその他の灰色のところはまだ未整備の部分なんですが実はこちら2階もございます。 次のスライドお願いします。なんか同じような形のものはございますが、こちらは現在未回収の状態です。こちらの方、えー、いろいろと躊躇、えー、検討しておりまして、こちらの方も使えるように現在検討を進めとるというところでございます。その他先ほど犬屋様のご発表の中でありましたように、この秋田の施設でフルスケールの実証設備を作ると。 いうようなところもございますそういったことも含めましてグランドとかその外側の部分も含めてえー、と現在改修計画等を検討しているというところでございますでは次のスライドお願いしますこれらの設備なんですが現状では有料で貸し出しができるようになってございますえいろんな企業様に使っていただきたいというふうに考えておりますのでよろしくお願いいたします それでは次のスライドお願いいたします。それではあの主な成果について少し端折って説明をいたします。えっ、ー、とこちらですが、えっ、ー、と推進用の大出力モーターとしてサブスケールですので2 5 0ットという大きさなんですがこちらの方、えー、県内企業が、まあ、製作をするような形になりまして、えー、無事、施策を 成功させまして、出力2 5 0ットが出るというところを確認してございます。こちら空冷でして、非常に小型軽量のモーターということになってございます。それでは2枚ほど飛ばしていただきたいと思います。はい、えっ、ー、と、先ほど、えっ、ー、と、井上様のお発表の中で、えっ、ー、と、メガワット級の、えっ、ー、と、まあ、電動機、あるいはまあ、発電機というところでしたけど、こちらの 施策とそれから試験を行ったといったことはございましたこちらにつきまして次のスライドにあるんですが実はこちらあの試験を行いましたのが当センターの新世代モーター特性評価ラボ先ほどのモーターベンチで試験を行ったというものでございますこちらで先ほどのモーター発電機の方の評価を行ったというところでございます こういったところが令和5年度までの成果、令和6年度からは、また別の課題のもとにちょっと検討を進めておるというところでございます。それでは次のスライド、まとめですね。ということで、このような、まとめとしてこのようなものとなってございます。以上で発表の方、終わらさせていただきます。ありがとうございました。